ちょっと立ち止まって。桑原茂雄。自分では A だと思っていたものが、人から B とも言えると指摘され、なるほどそうも言えると教えられた経験は多いことだろう。上の図はルビンの壺と題されたものである。よく見ると、この図から 2種類の絵を見てるることができるはずだ白い部分を中心に見ると優勝カップのような形をした壺がくっきりと浮かび上がるこの時黒い部分はバックに過ぎない今度は逆に黒い部分に注目してみるすると向き合っている二人の顔の影絵が見えてきて白い部分は バックになってしまうこの図の場合、壺を中心に見ているときは、見えているはずの二人の顔が見えなくなり、二人の顔を中心に見ると、一瞬のうちに目から壺の絵が消え去ってしまう。このようなことは、日常生活の中でもよく経験する。今、公園の池にかかっている、 橋のあたりに目を向けているとしよう。すると、橋の向こうから一人の少女がやってくる。目はその少女に引きつけられる。このとき、橋や池など周辺のものはすべて単なる背景になってしまう。カメラで言えば、あっという間にピントが少女に合わせられてしまうのである。ところが、 逆にその橋の形が珍しくそれに注目している時はその上を通る人などは背景になってしまう見るという働きには思いがけない一面がある一瞬のうちに中心に見るものを決めたりそれを変えたりすることができるのである上の図の場合はどうであろうか ちょっとすまして図の奥の方を向いた若い女性の絵と見る人もいれば、毛皮のコートに顎をうずめたおばあさんの絵と見る人もいるだろう。あるいは他の絵と見る人もいるかもしれない。誰でも一目見て即座に何かの絵と見ているはずだが、そうすると別の絵と見ることは難しい。 若い女性の絵だと思った人にはおばあさんの絵は簡単には見えてこない。おばあさんの絵と見るためにはとりあえず今見えている若い女性の絵を意識して捨て去らなければならない。上の図を見てみよう。化粧台の前に座っている女性の絵が見えるであろう。ところがこの図も もう一つの絵を隠し持っている。目を遠ざけてみよう。すると、たちまちのうちに、この図は、くろを描いた絵に変わってしまう。同じ図でも、近くから見るか、遠くから見るかによって、全く違う絵として受け取られるのである。このことは、何も絵に限ったことではない。 遠くから見れば、秀麗な富士山も、近づくにつれて、岩石の露出した荒々しい姿に変わる。また、遠くから見れば、綺麗なビルも、近づいてみると、ひび割れて、すすけた壁面のビルだったりする。私たちは、一目見た時の印象に縛られ、一面のみを捉えて、 そのもののすべてを知ったように思いがちである。しかし、一つの図でも、風景でも、見方によって見えてくるものが違う。そこで、ものを見るときには、ちょっと立ち止まって、他の見方を試してみてはどうだろうか。中心に見るものを変えたり、見るときの距離を変えたりすれば、 そのものの他の面に気づき、新しい発見の驚きや喜びを味わうことができるだろう。